禁スロ30日近く、まあ、ショート動画で動画出してるんですけど、ちょっとメインの動画が全然出せてないので、1日目から10日目までをね、一回まとめましたんで、まあ、よかったら見てください。さあ、禁スロ企画第1回目、今回は葛西の花火大会に参加してきました、柴又駅といえば寅さんでしょう。昨年の来場者数は77万人ということで、激アツやないかい。花火を見続けた結果、花火絶景打ちて。さあ、禁止の企画第2回目、今回は先輩に呼ばれてリーチーズさんにやってきました。皮が安いということで50本来ました。頼みすぎやろ。皮タレは好きな方だけど、50本はさすがに多すぎる。食べても食べても減らないやないかい。まさに皮の暴力。秘伝のタレが絡み合う皮タレが串に刺さって、何言ってるかもう分かりません。食べても食べても減らない皮タレ、ここは天国か地獄か。サンズの皮というてな。なんとか完食しました。皮タレでごめん、50本頼んでごめん。もう向こう3年は皮はいらんわ。ごちそうさまでした。さあ、禁スロ30近く3回転目となる今回はお笑いライブを見に野方駅にやってきました。野方お笑い総選挙2024ということで、今回は入場料無料。お笑いライブを生で見たことない自分ですが、これは見るしかないでしょう。会場についてみたら、あいにく席がいっぱいとのことで別室からの観戦。8組の芸人さんの中から1組だけを選ぶというシビアな戦い。と思いきや途中で空席ができて生で見ることに、まさに行幸。さあ、優勝者は誰だ。個人的にはインザパークさんが頭一つ抜けてると思いました。インザパークさん、おめでとうございます。そしてダークオースカメオシボタンさん、神崎隆生さんが大型のパチンコ屋だけで生活してるというパチプロなのかロプロなのか分かりませんが、今度機会があればギャンブラーメーカーに出てください。禁止の30日企画第4回転目、今回は千葉県の銚子に昇進旅行にやってまいりました。銚子電鉄に乗って犬吠埼駅へ。おやつなんか関係ある。気温は36度、すがすがしいけど暑さが応える。この獣道を下っていくと今日泊まるホテルなんですが、あった。今回このホテルを選んだのはめちゃくちゃロケーションがいい、それだけのことです。テレビでかっ。昼からビール飲むなんて最高の贅沢。はあ、しばらく調子すみます。さあ、禁スロ30日企画第5日目となる今回は銚子電鉄観音駅へ。海鮮を食べに来ました。金太郎ってなんやねん。観音駅から歩いて10分ほどありました。本日の店963、銚子でも1、2を争う海鮮のお店ということで期待が高まります。さあ、来ました、上マグロ漬け定食。メバチマグロの赤身とトロが混在する最高の漬け定食。うん、口の中でとろけます。さあ、続いてマグロのカツも頼んでみました。大根おろしの上にポン酢をかけて、これまた最高。最後はご飯の上に切り身を乗せてお茶漬けのようにして食べます。うん、ごちそうさまでした。今まで食べた海鮮の中で一番うまいかも。
金スロ30日企画6日目となる今回は、銚子の大仏様を一目見ようとまた観音駅にやってまいりました。天まで貫いてやがる。明日調子大仏初スロで勝てますように。金スロ30日企画第7日目ということで、今回銚子電鉄の森の中を走るルートを通ってみました。髪の毛黒葉駅というね、ハゲをディスってるような駅なんですけど、最近ストレスからかちょっと円形脱毛症気味の僕もこの駅名には思うところがあります。いや誰がハゲやねん、ハゲてねえし。プロ30日企画8日目となる今回は犬吠埼灯台やってきました。入場料300円を払って、これ打ち上げ花火の映画に出たやつよ。とにかく灯台の中は狭くて、降りてくる人と交差するのが一苦労です。あ、はい、すいません。99段の階段を上りきり、ようやく灯台の最上階へ。ものすごい絶景、高所恐怖症の人はもうたまらないでしょうね。降りるところがめちゃくちゃ狭いです。なんかホテルの近くなんですけど、謎のホラー穴があるんですよね。ちょっと気になるんで行ってみます。なんかちょっと怖えな、これ行けんのか。うわうわ、なんだこれ、うわうわうわ、真っ暗やん。お、あ、よかった。通じてる、通じてる。あれ、なんか。あれ？ああ！金スロ30日企画、10日目となる今回は、地球の丸く見える丘へやってきました。すごいでかいモチーフ。僕が生まれた日の空は、天神の聖地なんですね。高く遠く、この上へ上がると、あれはだって建物のど真ん中の地球儀に乗って、光に触れて影を伸ばして、さらに空は遠く、本当に地球が丸く見える。風を受け走り出す、瓦礫を越えてく、この道の行く先に誰かが待ってる、光さす夢を見る、いつも扉を今開け放つ、秘密を暴くように、
飽き足らず思い馳せる地球儀を回すように。